ゆうまのパニックハウスチャンネル、それそれ。はい、このルールも知らないルーキーを今日はご紹介したい。あ、ではお名前お願いします。はい、ゆういちくんです。よろしくお願いします。すごい、今日はギャラリーがいる。りゅういちくん、ね、まだこの店入ってどれぐらい？1ヶ月と。そう、1ヶ月ちょい。1ヶ月ぐらい。ほんと急に流星のごとく現れたよね。この年末に。りゅういちくん、まずはセクシャリティはどうなるんですか？ゲイ。あ、ゲイの方に。ゲイの方に。まあ、言える範囲で全然いいんですけど、はい、その芸で、受けとか立ちとかあるじゃないですか、はい、それどっちらになるんですか？ちょっと立ちでいて。あ、ちょっと立ちで。ちょっとね、ちょっと。じゃあそんな龍一くんなんですけど、はい、これ聞いていいのかな？彼氏さんとか今は？今はいない。今いない？はい。どれぐらいないんですか？1年ぐらい、はい、1年も、はい、嘘、絶対嘘。いや、嘘ついてない？なんか本当に？はい、いないね。そうなんだ。前に付き合った方はどういう方だったんですか？前は5歳上。年上。じゃあタイプは年上の方が今まで、まあ若いもんね。20代前半ぐらいだっけ今？今が26。あ、26歳か。あとお酒がめちゃめちゃ強いんですよ。めちゃめちゃ強くない？好きな。好きだよ、ね。はい、この間それさっき言ってたピーちゃんと僕とリュウチ君3人で入った日やってたんですか。はいはい、でテキーラ祭り始まって、はい、僕とピーちゃんはしっかり記憶ないですからね、最後。でもお見送りまではしてたと、お客様。そうですね。でもあったでしょ。同じ量飲んでたよ。はい、大丈夫。すごい大型ルーキーが皆さん入ってまいりました。そうか。じゃあ龍一くん、まずそもそもじゃあこのお店で働くことになったきっかけとかって何なんですか？ YouTube 見てっていう感じです。 YouTube 見て、はい、お店に飲み来て。いや、日曜日時代来たことなかったので、はい、もともと YouTuber 見てたので、うん、それでって感じです。どうやって連絡を？インスタの DM。 インスタの DM で。それを多分ママが拾って、じゃあうち来いよと。圧力連打受けて。圧迫面です。圧迫面です。圧迫面だよ。なんか声が聞こえてしまったけど。でお昼も仕事してるんだもんね今。別の仕事は。ね、差し支えなければ何系の？動物関係の。動物関係のね。優しそう。この間さ、お客さんに、なんか動物に何に似てるねみたいな。あ、起こしよう。起こしよう。これ写真あったら載せてほしい。確かにね、なんか、起こしようって言われて、いや、似てるかいみたいな、そういう、いじるかと思ったらね、写真見たら確かに、あ、起こしようっぽい。かわいい、キツネみたいな。お休みの日とかって、今。何するんですか？もうそうか、今この店入るから。なんでお前に言わなあかんねん。なんでだよ。動画だから仕方なく、時間足りないから聞いてんだよ。こっちもなあ。あんた目立たないよ、いるなら。どういうこっちゃい、これ。あとちょっと気づいたんですけど、これはピーちゃんに負けず劣らずウィスパーボイスですね。これはウィスパーボイスに外れなしなんですよ、この店。あ、そうなんです。そうなんですよ、みんなね、ちゃんと聞こうとするから、結局その人の声が一番通るっていう。あいいと思います。たまにハズレあるわ。あ、いいな、なんだよ。だから声出せ。たまに入ってくる、このやつ。カラオケで書き消されんねん。週末ね、いいです、あの人の言うことから。はい、これからもまた引き続き、どうですか、働いてみて。こういう、まあ、楽しいです。あんまり2丁目で飲み来たこともないからね。そうですね、あんまり楽しいですが、一番声小さいぞ。やりづらいなあれ、接客しながらこれヤジしてるんですよ、あの人。いつもです。いや、あとおかしい。なんかもうちょっと入ってて
先輩のスタッフとかゆうまさんにこここうしてほしいなみたいな、今逆にね今だから、はい、言いやすいのよ、ルーキー時代がね一番言いやすいから、なんかあればねこれも動画通して言っちゃった方がいい。例えばね、あでもね本当最僕働いてもう6年ぐらいになるんですけど、はい、最初は本当ひどかったゆうまさんがね、やっぱり圧が、でも今はね本当にだこれ比べたらね本当悪くなってね、本当楽しい日が増えました。本当に今不満はあんまり、あ本当ありがたいんだけど、はい、最近10分に1回ぐらい僕の方を 見て、はい、りょうちゃん、お水飲んでる？お水飲んでるって毎回聞いてくるんで、飲んでるんで大丈夫ですっていうのはちょっとお伝えしたいな。下がってるようなこっち呼ばれへん。めちゃくちゃなるんです、店が。ね、水飲んでください。はい、飲んでます。ありがとうございます。そう、なんかあります？なんか、働いて。今のところ？今日はまだ、そんなないですね。そんな？これからもしかしたら出てくる。そっかそっか。まあでもお酒も好きだし、はい、でお客さんとね話すのも楽しい、はい、あそうですね、それだったらもうこれからもぜひ、平日そうですね入ることが多いんで、はい、もしよかったらこのニューカマー龍一くんに皆さん会いに来てください。さあまだちょっと時間が足りないということでこちらでねお客さんつむつむし始めた。おいつむつむすなつむつむすなこちらでお客さん何だろうね、あと何だろうな、あと聞いてないこと、あ貯金額貯金額全然まだ聞いてない、うん、あそうか、全然の時も聞いてなかったね、お昼の仕事してるんでね多分あるでしょうね。あるのか、いやそんなないですね、もういやリアルに答えなくてリアルに大丈夫大丈夫。ゆうまさんはいくらあるんですか？ゆうまさん貯金額ちょっと今、私もつむ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 、あんたゲームしてるの見たことないよ。じゃあ、出身はどこなんですか？最後の最後で長野県。長野県？長野の人はね、昨日もお客様で来ましたけど、お酒強い人多い？あの県って。そんなことないんじゃないですか。普通、みんな普通だと思う。なんかちょっと高知になってるから、ちょっとみんなテンション高いとか。あ、でも、わかんなかったですよ。まあ、ちょっと怒られそうでなんでね、語弊があるので、ちょっと訂正させていただいて。そうですか、じゃあこれからも、リーチ君よろしくお願いします。はい、ね、なんかあったら、はい、僕にまず言っていただければ、はい、僕がいろいろ調整してるんで。はい、ということで、今日はニューカマーのリーチ君を紹介させていただきました。皆さん、平日よかったら、ぜひリーチ君に会いに来てください。それでは本日はここまでです。この動画がいいねと思ったらいいねボタン、そして龍一くんに何か聞きたいことあれば質問コメントなんかねもらえたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようならー。